はいどうも、白駒先生です。今日はですね、茨城県のですね、ある道路で24歳の男の人が運転している車をですね、43歳のこの宮崎文夫というですね、男がですね、まあ煽り運転をし、そして車を止めですね、運転席から出てきて、その24歳の男の人をぶん殴りまくったっていうね、まあ事件があるんですけども、この件がですね、今ものすごい勢いで全国で拡散されててですね、その犯人ですね、この宮崎さんのですね、言ってみたらそのね、仕事だったりとか生い立ちだったりとかね、そういうことまでですね、今根掘り葉掘りですね、まあ掘り出されて報道されているという状態なんですけども、今回の動画はですね、この事件が起きてしまった顛末、そしてですね、なぜここまでですね、なぜここまで煽り運転の事件がですね、全国に拡散されてニュースでね、報道されまくってるのか、そしてですね、今後この宮崎という男がですね、全てを失う、持ってる仕事と全てを失ってしまう理由、そして最後に、この事件からですね、僕ら一般人が何を学ぶべきなのかということについて話していきたいと思います。まずですね、顛末を話していきますと、24歳の男の人がですね、車で運転してたところからね、まあことは始まるんですけど、ドライブレコーダーって言ってですね、まあ要は全部記録してあるカメラがね、今の車にはつけてある、車にはつけてあるわけなんですよ。うん。でですね、その被害に遭った24歳の男性は、そのドライブレコーダーがついてる状態で運転してたんですね。そしたらですね、前にですね、その高級車が出てきてですね、めちゃくちゃ煽り運転するんですよね。煽り運転ってわかりますかね、要は挑発する的な感じでね、こう蛇行しながら前をね、すごいね、ゆっくりゆっくり走るわけですよ。まあめちゃくちゃ危ない運転ですよね。で、あまりにも危ないんで止めるわけですよ、その24歳の人が。で、そこの中からですね、その宮崎容疑者が出てくるわけですね。宮崎容疑者は43歳でですね、隣にですね、おそらく彼女と思われる女性も乗ってたらしいんですけど、それが降りてきて、おい出てこい殺すぞみたいなこと言ってね、その24歳の男の人の顔面をですね、もうガン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 殴りまくるわけですよね。で、さらに悪質なのが、それをこのその彼女とされる女性がですね、自分のですね、携帯で撮ってるんですよね。まあ写真なのか動画なのか知りませんけど、まあ明らかに止める素振りをなく撮ってたわけですよ。うん。で、そんな事件が起きたわけなんですけども、そのですね、ドライブレコーダーの映像がですね、でしっかり撮られてたわけですよ。まあ言ってみたら動かぬ証拠ですよね。うん。で、まあそのね、当たり前ですけど、この宮崎さん、宮崎容疑者をですね、まあ茨城県警が追うことになるわけなんですけどもね、これがですね、ものすごいですね、まあ言ってみたら、まあ煽り運転っていうのはもう本当最悪ですよ。もう最低、さらに人もぶん殴ってますからね、傷害罪ですよ。もう最低の野郎ですよ、この宮崎容疑者っていうのは。本当に最低な野郎ですけども、なぜここまでですよ、なぜここまで煽り運転っていうくらいの、まあ暗いって言うとあれですけど、煽り運転っていうね、のこの犯罪がここまで全国に浸透したかっていうと、やっぱりこのドライブレコーダーのね、センセーショナルすぎる映像が強いんですよね。うん。やっぱりマスコミとしてはですね、あの視聴率が欲しいわけですから、どんな事件を扱うかってなった時に、少しでも視聴率がね、取れる事件を扱いたいわけですよ。うん。だって言ってみたら、煽り運転の事件なんて多分毎日ですよ。全国単位で言えば、全国単位で言えばどこかしら絶対起きてるはずなんですよ。にもかかわらず、なんでこの事件に特化して報道したのか、それはセンセーショナルすぎるくらいの、そのね、人をぶん殴りまくって殺すぞっていうね、この動画があったからなんですね。うん。で、そういう流れもあって、この動画をですね、まあそのもう使っていろいろ報道し出すわけですよ。で、さらにですね、それに拍車をかけたのが、この宮崎容疑者がですね、逃亡したってことなんですよね。うん。いわゆるその場ですぐに捕まったりとか、すぐに自首していればですよ、ここまでのことにならなかったはずなんですよ。でも宮崎容疑者は逃亡したと。すると何が起きるかというと、マスコミとしては、あのね、ね、衝撃的な動画、そしてプラスアルファとして、この犯人はまだ逃げているっていうことはですね、これなかなか報道しがいがあると言いますか。うん。報道する側としてはですね、なかなか視聴率が稼げそうな案件ですよね。するとですね、そこに特化してめちゃくちゃ報道するわけですよ。うん。で、その結果、今、全国指名手配という形になってしまったんですね。うん。まあ、やっぱりですね、その人を殺したりとかですよ。そういうことして、まあ、放火とかね、そういうのでですね、全国指名手配っていうのは、まあ、普通にある話なんですけど、なかなかですね、煽り運転や傷害罪で、まあ、ここまでの全国指名手配になるってことは、まあ、正直珍しいんですよ。それはやっぱり先ほども言いましたけど、マスコミ側からすると、報道しやすい、報道しがいのある事件だったわけなんですね。その結果、必要以上に広がったっていうのがあると思うんですよ。うん。でですね、これが広がった結果、宮崎容疑者は今後ですね、多分全てを失うことになります。それは何かというとですね、宮崎容疑者っていうのはですね、もともとその、不動産会社を経営してたらしくてですね、所有するマンション、その親族からですね、マンションをですね、まあ受け継いで自分で所有してたらしいんですね。まあ、要は何かっていうと、めちゃくちゃ金を持ってたってことなんですよ。うん。不動産会社を経営してて、その経営する会社からのお金もあるし、そのマンションのオーナーなわけですから、家賃ですね、要は家賃収入がですね、毎月固定で入ってくるわけですから、これがでかいんですよね。うん。
実際問題ですね、自身のインスタではですね、高級車だったり高級な料理だったりそういうのをバンバン載せたらしいんですよ。でこれをですね、今回の全国指名手配の流れで完全に全部失いますよね。だそうじゃないですか。そんな自分ね、そんなねマンションがあったとして、そのマンションのオーナーが全国指名手配を受けて、これだけワンサがテレビでやってて顔まで晒されてね、やってる人だった場合、もうそのマンションにいようと思いますかって話なんですよ。うん、少なくともそのマンションからどん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 退去者が出てくるし、で退去者が出て、じゃあ新しく入ってくる人いるのって言ったら、そんなところに入る人いませんよね。うん、実際問題ですね、そのマンションでもですね、いろいろトラブルがあったらしくてですね、行ってみたらそのマンションの共有スペースにオーナーがね、勝手に車を止めてたとかね、もうそこまで報道されだしてるんですね。うん、先ほども言いましたけど、報道がですね、どん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 加熱していっていて、その言ってみたらこのね、宮崎容疑者のですね、まあ、学生時代の友達今にも話を聞いて、それがインタビューで載ったりとかですね、そんな感じにもうそこまでなってるんですね。うん、で、でちょっと話戻りますけど、その会社ですね、経営してる会社もですね、まあ、顔出ししてですね、ウェブインタビューにもね、その出るくらいな感じですね、会社経営してるんですけど、これも言ってみたらもうおしまいですよね。そんな人の会社にですね、仕事を任せたりとか、仕事したいっていう人いる人 したいっていう人がですね、出てくるわけないじゃないですか。つまり今回の煽り運転でこの宮崎容疑者はですね、その不動産会社の経営も終わりだし、もう終わります。これはで所有するマンションももう人も入ってこないしってことで、全てを本当に全てを失うことにもうなることはこれ確定済みなわけですよ。うんね、でですね、まあこういう風にね、逃げてる以上はですね、どん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 報道も加熱して、先ほど言いましたけどね、学生時代の友達に話を聞いたりとかね、そういう感じになってるわけなんですよ。うん、でですね、でこっからですね、こっからじゃあ何がわかるかってことなんですけど、まあ答えは一つですよね。僕たちが肝に銘じなきゃいけないことは何かっていうと、もうこれ本当に当たり前中の当たり前のことなんですけど、悪いことをしてしまったら早くね、罪を認めて謝ること、やっぱこれが一番大事なんですよね。だってそうじゃないですか。この宮崎容疑者もね、ぶっちゃけ煽り運転最悪ですよ。もう最悪最低です。もう煽り運転しまくった上に殺すぞってぶん殴るのって最低の人間ですよ。でもですね、その場でおとなしく捕まっておくか、まあ、もしくは警察が捜査を開始した段階あたりで早めに自首をしておけば、絶対ここまでのことにならなかったんですよね。うん、ね、絶対にそこでさっさと、まあ捕まっておけばというとあれですけど、捕まって罪を認めておけばですよ、少なくともこれだけ全国でですよ、顔入りの写真で全国に報道されて、ね、不動産会社を経営していてとかね、持ってるマンションがこうでとかね、学生時代の宮崎容疑者はとかね、そこまでなる可能性はね、僕は相当少なかったんじゃないかなと思うんですよ。うん、つまりその早めに罪を認めておけば、ね、これからも家賃収入でウハウハだし、会社経営だって続けていけたわけなんですよ。でもそこで逃げてしまった結果、もうですね、家賃収入も終わるし、会社経営もおしまい、何もかも終わってしまう、ね、今までのですね、まあ、インスタとかでね、やってたその贅沢な暮らしぶりは全て終わることが確定してしまったってわけなんですね。だからこそ何か悪いことをした時はもう早め早めに逃げたりしないでね、すぐに謝っておけば、ここまで傷口は広がらないってことの本当典型ですよね。本当に僕それの典型だと思います。まあ、よく親とか学校でも言いますよね。悪いことしたら早く謝らなきゃいけませんよみたいなね、嘘に嘘を重ねるだけですよとかね、そういうことをよくちっちゃい時言うじゃないですか。もう本当それの教材にしていいんじゃないかなってくらいのね、もうよくある、まあ、なんていうか、ためになる事例だと思います。本当ね、小学校低学年の道徳の授業とかね、まあ、道徳じゃないんでしょう、社会の授業とかは分かんないですけど、そこで先生がもう話した方がいいくらいのね、話ですよね。うん、まあだからですね、まあこの宮崎まとめに入りますけどね、宮崎容疑者は全て失うわけですけどもね、まあ、僕らはですね、何か悪いことをしたらすぐに謝ってですね、傷口をすぐに塞いでいこう、少しでもね、少しでもそのね、傷口がさらに深くなる前にですね、治療していった方がいいというお話です。はい、まあそんなわけですね、この話にちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。どうもありがとうございました。